レック法人税法、ここで差をつけろ。2018年税理士試験、厳選論点の4回目。で、今日は寄付金のテーマにしてお話をしていきたいと思います。で、これができたら試験委員、国税庁に対してかなりいいインパクトが与えられるというところを厳選で選んだ場所なんです。で、間違いなくできたら差はつくし、で今の話を聞いて感性をぜひ高めていっていただきたいなと思います。で、本試験の出題の部分からこれまでの学習の中で割と常識的だと思ってた部分で国税庁が求めてる部分、この差を皆さんにこうぶつけます。でぶつけることによってやっぱ皆さんの中のこう刺激を中の内部に刺激を与えてやっぱ皆さんの能力を一段高めたいっていう意図もあって、スタッフともどもを、まとめたものを喋、らせていただく形にはなってはいるんですけれども、やはり差がつく論点プラス合否を分ける論点っていう形であると同時に、やはり重要なやっぱ実務な論点感性も当然磨いててもらいたいんで、話の方ですね、早速開始していきたいと思います。で今回は、61回の、第2問のところから寄付金を論点にお話の方をさせていただきたいんですけれども、この時やっぱり交際費と寄付金というもの、交際費は別表15と言われているもの、寄付金は別表14と言われているものを作成していくんですけど、実際の別表明細が出題されてそれを埋めていくっていうことも出ました。なのでやはり本当は1回ですね、実際の別表明細を見ていただくって必要もあるんですけれど、割と今後ですね、交際費の明細を割とつけることが多いし、グループ税制等で寄付金の明細を作っていくっていうことも多くなってくるんで、実際別表明細っていうものがあってってことも知ってくださいね。別表4の横で全部調整するんじゃなくて、別表例えば14で寄付金を計算して負担人を出して別表4に転記してるんだよと。で別表15というものがあって、それで交際費を計算してその負担入額を別表4に転記してるんだよ。だけどたまたま別表4の中でこう計算してるようなものが出された時に、あ、別表10、ここは別表15の計算過程なんだね、ここは別表14の計算過程なんだね、それを別表に転記してるんだねっていうやっぱイメージもぜひ持てるようにしていただきたいと思いますね。ここですね、地元の県立高校の図書館が完成したことを記念して、高校が希望する図書は県に帰属することになっているを書籍店から購入して寄贈した費用160万円、うち40万円は平成31年4月2日を期日とする手形による支払いである。ここが参考で、地元の神社で安全祈願をした際に支出した奉納金3万円、領収書はないが社内規定に基づく支払い報告書が作成されて保存されているという問題がこうあるんですけれども、まず上の部分なんですけれども、からちょっと見ていきますね。地元の、県立高校の図書館が完成した、県立高校の図書館をイメージしてください。会社の近くにあるですね。で高校が希望する図書で、図書自体は県に帰属するとを書籍店から購入して、寄贈した費用160万円、うち40万円は決算後の期日による手形の支払いで行いました。これ未払い寄付金ですよねと、40万円部分なんですけどね。で書店に対する支払い手形が当期末未決済と、未払い寄付金費に40万加算留保でいいのって話なんですよ。寄付って何ですかと、経済的利益の無償の供与もしくは贈与、じゃあ贈与を受けたのは誰かという形なんですけど、贈与を受けたのは間違いなく県立高校で、贈与を受けたものって何かって言った時に、それは図書ですね。本自体はちゃんと届いてるんだ、未払いじゃないんだということをやっぱしっかり読み取れるかどうかですよね。
県立高校には160万円分の書籍が納品されているんだと。で、納品した所定の支払いが現金化されていないだけで、寄付はされているんだという形で、当期の支出寄付金の額はあくまでも160万円なんだよということを、やっぱりしっかり読み取ってほしいんですね。地元の県立高校の図書館が完成したことを記念して、高校が希望する図書は県に寄贈することになっているを、書籍店から購入して寄贈した費用160万円、うち40万円は平成30年4月20日を期日する手形による支払いである と、本屋自体に手形は使いましたけど、寄付自体はちゃんと行われてるんだ、寄付って何なのかって言ったら、例えばお金をボンとあげますよ。でも今回は現物ですよね。図書を買ってそれを渡した、それは実際に行われているんだということをしっかり読み取っていただく必要があります。で、続いてなんですけれども、すいませんね、地元の神社で安全祈願をした際に支出した奉納金3万円、領収書はないが社内規定に基づく支払い報告書が作成され保存されていると。やっぱり、まあ、ここのやっぱコメントも見ていただきたい部分ではあるんですけど、やっぱ領収書というものはやっぱしっかり会社で全てやっぱ基本保管しなきゃいけないよと。で、地元の神社で安全祈願をした際に支出した奉納金3万円であったけど、もう出した、で、やっぱ支払い報告書をちゃんと作って会社全体で客観的にこれを出したということが証明できる、領収書自体そこからもらってないけど社内の中でちゃんとそれを客観的に出したって証拠は残してんだって、まあ、こう前提があるんですけれども、ちょっとあの話の方をちょっと前後させちゃう部分はあるんですけれども、寄付金があって神社と出てきたならば、実務上はですね、その他の寄付金になるというよりかは指定寄付金か、もしくは役員給与が、この2つがやっぱり本当は国税庁が意識していただきたいって論点なんですよ。もう神社だったらその他っていう形ではなくて、神社だったら指定寄付金に例えば思いますかねと。指定寄付金一覧を国税庁のホームページで一度見てみてください。宗教団体がずらーって並んでますよ。で、宗教団体ずらーって並んでて、まあ、例えば清水寺、例えばの本当になんとか殿の修理のためにって形で国宝ですよね。で、五重の塔とかそういう本当に東大寺とか大仏とかそういうの修繕のためのものの寄付金、国の財を重大な文化財を集めるために財務大臣の指定を取ってる寄付金、宗教法人すごくあるんですよ、神社とか。もしくはやっぱ一歩間違ったら自分の社長の趣味でこう神社に行ったっていう形のものがやっぱ非常に多いんですけれども、やはりこの2つの問題なんですけれども、例えば出身校、社長の母校とかだったらやはり寄付金っていう形で済むわけではない。ここの最初のキーワード、地元のという部分ですね。すみません、ここですね、地元のと、この地元のという部分のやっぱりキーワードを見ていただくって重要性も見てほしいんで、一つ安全祈願をしたっていう地元の奉納金の方も付けさせてはいただいてはいます。で、ここまではちょっと見ましたよね。ちゃんと当期の支出寄付金の額には入ってきますよ。ここで差をつけろってとこですよね。各予備校ともに未払い寄付金否認という調整をしているのが当時やっぱり多かったという記憶を持ってます。で、これはやっぱりなぜこんなことが起きちゃうのかって言ったら、もう手形で出てきたら条件反射的にこうやっちゃうじゃなくて、じゃあ大切なものって何って言った時に、未払い寄付金の練習問題はよく見るけど、実際に手形で寄付することなんてあるかって話ですよ。寄付したいっていう時に手形で出す、で、手形って何かって言った時にその場で現金化できないんですよ。銀行で例えば割引くってことはできるかもしれませんけれども、手形って期日が来た時にやはり現金化ができるものっていう形で、実際に手形を寄付することなんてあるって話なんですね。あと次、問題文をよく読んで解釈しようと。
求められているものとして読解力なんですね。で、国税庁も取材ポイントで読解によって回答を見つける能力を求めると言ってる。要は読み取る力、読み解く力、やはりこれがすごく求められてるんですね。なので割と条件反射的にこう見るっていう形ではなく、やはりしっかり書かれている内容をちゃんと読み取れる力、これをつけていくってことがやっぱりすごく差をつきますね。で、例えば問題集をこう何度もこう繰り返していくっていう学習が今本当にどこまで効果があるかわからない。やっぱ初めて見た中でどんだけ読み解いて、でそれをちゃんと噛み砕いて、でそれをちゃんとアウトプットできるかっていうことがすごく求められている形なんですよ。でその一つとして、今回の問題もちゃんと見ていただいて、読み方、一段高く読まなきゃいけない。で判断なんですけれども、まあ変な話なんですけど、遅くて雑な判断か、早くて丁寧な判断か。早くて雑、遅くて丁寧っていうのは本当はないと思いますね。早くて丁寧にしていくために、いろんなこう要素をちゃんと読めて、正確にやっぱ読み取って、で一つ一つをちゃんとリンクさせて発展させていく読み方っていうものをやっぱすごく求められている形になってんですね。あとはイメージですよ。例えば県立図書館、その県立図書館が何とイメージできたか、で図書をこう寄付している姿が浮かんでるかどうか、でそこに新聞屋にこう、すいません、本屋さんに払っている中で、そこについて手形っていうものを、まあ、その本屋については使った部分ではあるんでしょうけども、これもあるもしません、手形と出たら、未払い寄付金とするやっぱ空気感についてるアンチテーゼっていうものも入ってると思うんで、ここについてやはりちゃんとした読みができるようにという形と、この論点がまた出た時、あと寄付の論点が出た時にやっぱ一段高い回答ができるようになってほしいと。で絶対差をつけて、ここで出て指摘できればやっぱ重要なところは何度も出てきますのでね。で、今日の今回のお話ししたものを解題したものがレックのホームページに載せてあるので、ぜひ見て、必ず確認していただいて、今の聞いた話のより効果的にして、本試験で力の方出るようにしていただきたいと思います。レック専任講師、小池康夫でした。